さあ始まりましたのにチャンネル、今回はですね今回はですね、今日はじゃん、今日は中村も、のんじチャンネル初期メンバーも、フレームインで一緒に今日は香取神宮ちゃうん、香取神宮なんやけど奥の歯科園あるやん、あそこの代表さんからちょっとボランティアどうですかって言われて今に至るっていう。で今日歯科園のボランティアでお手伝いしに来たけ、ということでね、本日もね、皆さんよろしくお願いします。これ見てこれ、俺長靴履いてきてるし動いてないんだよ。俺ちなみに漁港の人みたいになってるちょっとミスった、本気すぎてちょっと漁港っぽくなったけど、これ多分池の掃除とか、池の掃除するってそうです。お前行きましょう行こう。早速やりましょう。ちょっと待って、中村どこ行ったん、ちょっと待って、え、あっちか、ちょっとあっち行く、待ってるやつ、はい、頑張って、頑張って、あ、来ました、はい、ほげの体重を集めていきます。何してきたんだこいつらっていう顔してますが、オープンハートの方がいいね、30分ぐらいで慣れると思います、ね、土を土が流れ出してしまうともったいないので、はい、それを最小限に抑えるために、はい、器具を使わないで、手でこうやって、ゴミの部分だけを集めて、取り除いて捨てたいんです、はい、だから、熊手とか使わないで、これをやってあげることによって、ハエが寄らなくなるから、針だけじゃないとできないんです。そう。で、それをこれを、インサイをやって。あ、なるほど。奥行こう。この奥とかもですね、もう全部、あ、じゃあもう奥行かせていただきます。すごいな、手で取るんだ、ゴミを。あ、こういうこと、こういうちっちゃいやつですね、こういうことね、ゴミを取る、了解です。なるほど、これはあれやな、確かにそうやな。あ、これじゃあこれ持ってて、いや、すごいな、これ全部やろ、これ。まあ、そらいるわ、人いるわ、そら。すごい。もうこっちはもう中村と二人でやろう。全部行くぐらい、全部行くぐらい集めたろ、これは。なかなか貴重な経験やな、これは。ほんまに。とかってのはやっぱ人でいるけんな、なんだよね。でもやっぱ綺麗にな、うん、生活っていうか凄さんとな、ちょっとやっぱり動物やけんな、生き物やけんな、やっぱな、うん、神鹿やけんな、神鹿か。でなんかその1月に来た時はなんかそのほらコロナとかなんかいろいろあるやん、うん、あれで来
たいけど来れへんようになった人とかが多かったんやって、うんうん、でちょうどそこで俺撮影しに来たんやとか、うんうん、でその時に代表さんにその話を聞いて、うん、あ一回ボランティアちょっとしたいなと思って、うん、で今回声かけてもだけに長靴買うてって言うたこれ買うてって言うたいやもう用意しましたけどそうやでもたまにはいいよねこうやっていや絶対大事いやこういういややっぱ経験するのは大事なことってってマジでこういう日常で経験できんことを経験するのはやっぱ大事よ。何だっけあれハートフリやったっけ何だっけ、うん、何の気持ちオープンハートオープンハートの気持ちをね代表さんに言われたっけんなオープンハートの気持ちを持ってしかも特に何かもう警戒されてるけんないけど、うん、全く警戒されてない感じがするなんかちょっとあれな何やってんのうんうんぐらいぐらい警戒はされてない感じがする興味津々みたいなあ、これちょっと分かってきたこう、上だけこうやっていったら土取れないそう、土取れへんあ、分かってきたわちょっと分かってきた、分かってきたあれなんですよ、あの成田周辺の読売新聞に読者サービスで入れる地域情報誌なんですけど、月1回だけ発行してるんですよ、はい、今回はここ今回は、まあ、あの前からこうボランティアさんがいなくて困ったりとかして、はい、ちょっと相談いただいたりとかして、はい、募集載せたりとかしてたんで、今日はあの門倉さんいらっしゃるということで、はい、来てみたらこんなに皆さんいろんな方が来てるというのはいあの、ね代表さんにあの影本さんにお誘いいただいて、ちょっとなんかできることないかなと思って、ちょっと撮らせていただいて、発信できたらなみたいな、なんかちょっとでも。で、最初生配信やってて、生配信のサイトでやってて、そこからちょっと YouTube もやろうよって言われて、そこからちょっといろいろ独学して、じゃあ今主にその活動が。メインあ僕はそうですね、はい、学生さんとかあ全然もう僕はもうそういう活動しかしてない僕以外のメンバーはあの職に就いてるんで その定職というか、で今日は僕が来る時に時間があったメンバーが今日2人、あと3、4人ぐらいいるんですけどあそうなんですか基本的に僕が行きたいところをみんなで言って、会う人だけ集まって行くっていう近い人とかあそうですねはいいや面白い活動ですねいいですねいや面白いですよなんか人のつながりで、しめ縄の作業場に行かせてもらったりとか、あの出雲大社のしめ縄で、すごいあれを作ってる作業場の中に、混ぜてもらえたんですかあそう潜入させていただいて、でインタビューとかあと奥宮ってこう、ちょっと山、登ったとこの場所も教えていただいたりとか、で今度そのおじいちゃん家に、4月ぐらいタケノコ掘り誘われたんでちょっともう一回島根行かなくちゃなっていう、そうなんですよという感じ、いや面白いですよいいですねでそういう人間のなんかストーリーを、もう撮れたのかなみたいな、神社とかも好きなんですけどなんか見たことないじゃないですかそういう作業場とかの、機械とかそういうのも映せたらなでも気合い入ってるもう車に乗ってる時からあそうです本気ですねはい僕はもう、はい、本気で一回このまま
あの表の駐車場から出て参拝したんですけど、まあ振り向かれるですね。振り向かれますよね。あのテカテカな長靴の人なんなんやろうみたいな、はい、変な感じで、もうやる気満々だったね。のかみさんとすごいよね、あの人何十キロって言っても運転しなくないのかと思って、みんな余計な心配してる。あ、でも、いや、僕結構単純なんで、なんかもうスイッチ入ったらそうなっちゃうんですよ。そうですね、なんかいろいろ発信できたよね。すごい、楽しみ。じゃあ YouTube もチェックさせてもらって。よかったね。やった会員登録やった素直に喜ぶっていう。コメント欄じゃん。率直な感想書いていただけると。なんかあの思われてる YouTube の人たちとは違うんで、全然何か爆発させたりとかしてないんで。はい。地道な YouTuber。あ、そうなんですね。地味そうそろそろ膝行かれたんで。え？膝行った。膝行った。行ってもうた。やっぱね。え？早かったかな。いや早すぎるよ。つかね、多分ね、頑張りすぎたでしょ。いやまだなんか組み立てたりとかしてないかんね。頑張ろう。でも仕方戯れてたいな俺。ちょっと戯れてきて。戯れてきて。それ戯れてきて。オッケーオッケーオッケー。あ、めちゃめちゃ懐っこい。ちょっと聞いてみて。俺が行くとね、逃げるから。こんな近い。かわいい。かわいい。30分ぐらいで慣れると思う。オープンハート。これが俺のハートでした。30分ぐらいで慣れると思う。あんこちょっとちっちゃいな。あれこんなかな。警戒されてるけんないけど。警戒されてるけんないけど。あ、お二人よかったら。あ、よかったら僕いただいた。あれもしかして写真動画に出てた。そうです。あ、僕いただいた。はい。見ました。あ、本当ですか。ありがとうございます。いい
派とかして。あ、本当ですか。なんか見てたらお蕎麦美味しそうとか。蕎麦めちゃめちゃ美味かったですよね。俺が入ってた。動画撮っててくれたんだ。いやもう毎年ご飯していただいてたんで。よかったね。本当いっぱい手伝っていただいてありがとうございます。いやなんか賑やかな方がいいですね。なんか賑やかな方が。人も集まってくるし、いいですね。そうですね。本当になんかこう楽しいっていうんで、人が今どんどん増えてきて、うん、またいつでも連絡いただけたら、ちょっと機会があれば。ありがとうございます。はい、多分次あの情熱メンバーも来るんで、都市伝説の都市伝説の方が来られてるといいと思いますので、はい、ぜひまた。また向こうのチームもすごい熱い方で。ああ、そうですか。じゃあまた。ご連絡いただければ、ね、香取まで参りますんですごい遠いですね。いえいえいえ、もうそんなもん、はい、いつでもまたしてください。ありがとうございます。よければあのホームページとかも概要欄に貼ってるんで、よかったら連絡、してみてください。ボランティアとかね、興味のある方はぜひ。今日は子供が多くてよかったですね。なんかちょっとこう、ね、学生さんとかが多くてよかった。野球部の子供たち、子供たちっていうかもうお兄さんたち、ね、野球部の学生さんとか。ああ、なるほど。門倉さんチームですね。チーム門倉さんですね。はい、なるほど。すごい野球部の方と、あとはもう本当にあの小さいお子さんも結構来てくださって、はい、そうですよね。小さいお子さん結構中に入って楽しそうに餌あげて、うん、小学3年生の子たちが今来てるのと、はい、あとは近くの保育園とかそういったところからも来ていて、あ、何十人バーって来ても本当にご飯あげてとか、そういうのも今増えていってます。本当に癒しの場なので。いや、癒されましたけど、ずーっとずーっと逃げられとったけどな。もう今逃げない。あ、逃げない。あんまり、うん、だいぶまったりと もう落ち着いてきましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日。ありがとうございます。ありがとうございました。